5秒前4、3。晴海総合高校の生徒による職場体験が江東区の東京ベイネットワーク放送センターで行われました。まずはじめに質疑応答が行われ、番組の作り方などケーブルテレビについて生徒の皆さんは積極的に質問を行っていました。この仕事のやりがいは何でしょうか？はい、やりがいはやっぱり作った番組を見て視聴者の方が喜んでくれるといいですね。また職場体験の後半では実際の番組作りを体験、ナレーション収録やキャスターとしての出演など初めて触れる番組制作の現場に生徒の皆さんは緊張しながらも一生懸命取り組んでいました。グッてやると、グッて読んだら、もっともグッてやると、どうでしたか？楽しさもありましたが、やっぱり緊張しましたね。テレビ業界で働く人の仕事なんだっていうことがよく分かりました。